Unbelievable! 117 yards and a back pedal. Just made it to the end zone. I didn't like the ending, but I sure liked the start. ウォッチモジョへようこそ。今回は選手とチームの早とちりトップ10をご紹介します。And the rebounder Richardson. Still an opportunity with a minute to play. At the end, he gets pipped. He gets pipped by Maren Simon of Washington. And you just can't do this kind of stuff, Lewis. You can't, and you see his face. But you know what? Showboat later, will you please? He's not touched here, and so, hey, I made a great catch. Guess what? It's a live ball. Ridiculous. ここでは選手やチームがプレーを諦めてしまったがために、試合自体が相手に有利になってしまった例をご紹介していきます。あなたはどの失敗が一番面白いと思いますか？コメントお待ちしています。第10位、パトリック・ロイ。パトリック・ロイ、when he realized his mistake went, I'm not sure I've ever done that before. 殿堂入りを果たしたゴールキーパーでも、ミスを犯すということがわかるエントリーです。2002年のウエスタンカンファレンスファイナルで、宿敵デトロイトと0対0のゲームをしていたパトリック・ロイの守りは鉄壁でした。この場面だけでも、彼はいくつものセーブを決めています。しかし、これだけで終わるわけはありません。レッドウィングスのキャプテン、スティーブ・イザーマンを見事にセーブした後、ロイはグローブを上げて喜びます。不運にもパックは飛び出し、ブレンダン・シャナハンの手に。デトロイトはシリーズとスタンレーカップも優勝したのでした。第9位、ニック・ヤング。ここでの失態は試合結果には影響しませんでしたが、ニック・ヤングのチームメイトは彼の勘違いを忘れてはいないでしょう。2014年のニューヨーク・ニックス戦でヤングはスリーポイントの成功に喜んだ後、恥ずかしい失態をやらかします。ゴールは成功していなかったのです。ボールはリムに跳ね返ってアウトになりましたが、ヤングは背を向けていたため、その事実を見逃してしまいました。彼は何が起こったかを確認せずにリムから背を向けて腕を振り上げ、観客を煽ろうとしていたのです。レイカーズは勝利しましたが、ヤングは間違いなく大失態をしでかしましたね。第8位、チョン・ジュンウ。2点差で迎えた9回裏、 KBO リーグのロッテジャイアンツには終盤での救世主が必要でした。そこで打席に立ったのがチョン・ジュンウ。走者は二塁、本塁打が出れば同点。チョン・ジュンウは左中間に深い飛球を打つと、その後を確認しませんでした。ジュンウは次の展開を待たずにバットを高々と振り上げ、観客に向かって指さしたのです。一塁に向かってゆっくりと歩いていた彼は、ボールがフェンスを越えず相手のグラブの中に収まっていることに気がつきます。ジュンウは呆然と一塁に立ち尽くしたのでした。第7位、マーク・マーティン。Listen, man, I've been pulling for David Green to win really hard, but that's not like that. That's the stupidest thing ever done. There's nothing else I can say. スポーツでの失態は深刻な結果にはならない？今回はそうはいきません。1994年、ナスカーシリーズでドライバーのマーク・マーティンは勝利を確信していました。しかし残り2周でコーションフラッグが上がります。マーティンが次に気がついた時にはファイナルトラップのスタートを示す白旗が上がり、他のドライバーがマーティンを祝福していました。マーティンは複数の旗を見て混乱し、それをレース終了のサインと受け取ったのです。そのおかげでデビッド・グリーンが彼を追い抜き、レースに勝つことになります。最悪の負け方です。Will get his second career Busch Grand National victory. And David's not taking any chances. He's going to run another lap just to make sure. 第6位、メーガン・ラトリッチ。十分な経験がないと残念な結果をもたらすことがあります。モトクロスレーサーのメーガン・ラトリッチのように。Look at the dejection of Megan Rutledge. 2013年の X ゲームに出場したラトリッチは、ゴールを目前にして自分が1位であることに気がつきます。レースで先頭を切り、気を良くしたラトリッチは最後のジャンプにちょっとした工夫を加え、その結果クラッシュしてしまいました。Whoa! No! Poked her
but she opened the door, went down, and Vicki Golden is going to take gold in Los Angeles over Rutledge. ラトリッチはこう述べています。 X ゲームでリードしたことなんてなかったんです。喜ぶにはまだ早かったのにミスを犯してしまいました。若きレーサーにとっては高すぎる代償でしたが、大きな教訓を得たようです。第5位、アドリアナ・ネルソン。あなたが初めてマラソン大会に出場する長距離ランナーだとします。後続を30秒リードしていて、残り300メートルの時点で次のランナーに10数メートル差をつけていました。さあどうします？もちろん勝利を確信するでしょう。2007年、アドリアナ・ネルソンは大きな犠牲を払うことになりました。プルテア is waving. Does she have any idea? She has no idea. プルテア is already celebrating. 記録的な暑さの中、ネルソンは順調にリードを広げていきました。暑さのせいで注意力が散漫になったのでしょうか。ゴールに近づくと、観客と一緒に勝利を祝い始めました。And finally, プルテア realizes it too late.Oh my goodness, that was unbelievable. Great finish by Berhane. ディフェンディングチャンピオンのベルハネアデレが残り数メートルでネルソンを抜き去ったのです。What is going through Protea's mind right now? Whoops! Whoops! I should have looked behind. 第4位、レオン・レッド。元 NFL のディフェンスタックル、レオン・レッド。彼の名前を聞くと、どうしても第27回スーパーボウルでの悪夢のような瞬間が頭をよぎります。試合終了間際、レッドはファンブルからリカバーしてエンドゾーンに向かって走り出しました。しかし彼はバッファローの俊足レシーバードン・ビーブが彼の後ろに迫っていることに気づかず、スピードを落としてボールを掲げます。 It's a 60 yard run. He's being chased by Beebe. Watch out. Did he get across? No, they are not.ビーブはレッドの手からボールをエンドゾーンへ叩き落とし、タッチパックとなります。カウボーイズは35点差でリードしていたのですが、レッドの評判には大きく傷がつきました。レオン came to the sideline and I said, man, what happened? He said he was watching the Jumbotron and he was trying to do Michael Irvin where he put the ball out across the goal lineAnd he didn't see Don Beebe. 第3位、シボナ・ザグレブ。試合が終わるまでは何が起こるか分かりません。2010年、クロアチアのバスケットボールチーム、シボナ・ザグレブは ABA リーグファイナルで KK パルチザンと対戦。72対71で迎えた最終クォーターで、ボージャン・ボグダノビッチが3ポイントを決め、残り 0.6 秒でシボナが2点リードします。シボナの選手とコーチはすぐにコートに出て喜びましたが、このおかげで KK パルチザンは試合を進める絶好のチャンスを得たのです。75対74で敗れたシボナは、終了ブザーが鳴るまでプレーせよという貴重な教訓を得たのです。第2位、カリド・アスクリ。2010年、ワーラバトのゴールキーパーカリド・アスクリは2010年モロッコ王座決定戦でマスフェズとの PK 戦に挑みました。アスクリは相手選手をじっと見つめ、セーブを決めて PK 戦を延長に持ち込みます。すると彼は立ち上がって胸を叩き、観客を煽り始めたのです。しかし残念ながらボールは回転し続け、ネットを揺らすことに。このゴールのおかげでマスフェズは7対6とリードし、勝利を手にしたのです。1位の発表前にランキング外シーンのご紹介です。All right, here we go. Here's the call. It may be a tempered celebration. He's out at home plate. No, he's punching the air. He's celebrating, I think. And I think this race is still going on here, and he hasn't realized. Left side. Moustakas.
続ける前にチャンネル登録をお忘れなく。最新動画をチェックしてね。通知の設定は変更可能です。第1位デザイン・ジャクソン。フットボール選手がゴールまであと1ヤードというところでボールを落とすのはなぜでしょう。イーグルスの QB ドノバン・マクナブからのロングパスをキャッチしたジャクソンはエンドゾーンに飛び込むとすぐに勝利を祝い始めます。マクナブローディングアップディープフォーデショーン・ジャクソン。ヒーホールドイン。オーワーワー。ディッドヒーゲットオーバーディゴーライン。ディッドヒーゲットオーバーディゴーライン。イエスヒーディッド。タッチダウン。しかしお祭り騒ぎは早すぎました。エンドゾーンに入る前にボールを落としていたのです。Watches very closely. He has secured the football. Whoa! I saw it live and it didn't look right. And you just can't do that. ビデオでの確認の結果、ボールは白線を越えていないと判定。After review, the runner lost control of the football prior to going in the end zone. By rule.幸いにもボールが1ヤードラインに置かれたことでイーグルスはすぐに得点できました。いかがでしたか？ウォッチモジャの他の動画もチェックしてみてください。最新動画をお見逃しないようチャンネル登録をお忘れなく。